はい、タンタン札幌店です。本日はカジレアの K1CDG というモデルですねをご紹介いたします。カジレアの、デラックスグレードにあたる、モデルの入荷は久々かなと思います。今回も綺麗な木目の、美しい見た目のウクレレが入荷してきてくれました。ボディ材はもちろんハワイアンコアですね、オール単板のモデルです。もう正面から見てもですね、このサップ、このブリッジ下あたり、この中央のラインですね、のサップっていうのはね、見て取れるかなと思うんですが、角度をつけてみるとね、さらに、このカーリーがね、こううっすらとまんべんなくこう入っていると、このあたりはですね、結構もう強めに、まあ、見えるんですけれども、うっすらまんべんなくこう入ってますね。はい。で、このサイドとかバックとかの木目も本当に美しいです。はい、ハワイアンコアらしい木目ですよね。はい、こんな感じと、はい、もう見た目は申し分ない、木材のいいところを使われた個体だと思います。はい、で、ブリッジと、そして指板はこんな感じですね。はい、ボニー材の指板でございます。はい、でヘッドはこんな感じで、実はこの真っ黒いですね、このヘッドも、着色ではなくて、月板になっておりまして、まあ、おそらくエボニーか、まあ、ローズ系だと思うんですけれども、よく見るとね、こう木目が透けて見えるっていうところも、本当に、さりげないところにまできちんと、気を配られて作られている、カニレアらしい丁寧な、見た目かなと思います。はい、新品でこのなりでございます。このカニレアといえばですね、このトップに使われているブレーシングですねの構造がちょっと他の、ウクレレと違って、まあ、独自の、設計を採用しているということで、やっぱりこの、このエアー感というんですかね、こうリバーブ感みたいなものがカニレアらしいサウンドっていうのがねあるんですけれども、それがね鳴り出してくるまでやっぱり新品の楽器って結構ちょっと時間かかったりするんですが、この個体に関しては結構初めからこのエア感のある、空気感のあるね、まあ、いわばちょっと鳴らされた後のような、そんなような感じもしますね。よく鳴ってくれている個体だと思います。そしてこの指板がねちょっとこう広めになっていて、ここですね、はい、ナット幅がちょっと広めになっていて、今フロロカーボンかな、この弦貼られておりますので、まあ、メロディー弾きなんかねされるような方だと音が非常にこう伸びてくれて余韻たっぷり聞かせてくれる、そんな楽器だと思いますね。はい、
これからですね、どんどん自分の、音色に育てていっていただきたい。見た目も美しくて、音も素晴らしい、そんな一本だと思います。カニレアの K1CDG、デラックスグレードのモデルですね。気になっている方、お問い合わせお待ちしております。それでは、タンタンでした。